どうした青年ちゃんとやります。はい、というわけで皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回も元気に改造車紹介したいと思います。紹介してくれるのは東京店店長内山店長です。はい、内山です、よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、まず最初にオーナー様に触れてもいいですか。はい、触れちゃいましょう。多分触れなくても、はい、後々バレる、バレると思います。はい、某有名人、はい、界隈でかなり有名な方なんですよ ね、 今、はい、が今回お乗り換えですか。乗り換えというか、もともと812の今回 GTS を新車で注文した時につなぎで前にクーペのあのラッピングとかした L13 つけたのを買っていじってたんですよで今回 GTS が納車になったということで、はい、本命が納車になったんで、これをカスタマイズさせていただいたんで、はい、ご紹介させていただきます。はい、でもちろん新車でオーダーということで、はい、全部仕様オーナー様が決められてるということですね。シルバー渋いっすね。いいですよね。もともとはなんかそのグリーン系のボディカラーで注文しようかなみたいな話だったんですけれども、まあ、話の中で、まあ、グリーンも増えてきたし、うん、確かにちょっとこのアルジェントニュルブルクリンクのシルバーとか綺麗だし上品でいいんじゃないですかっていうことで今回シルバーになりました。なるほど。はい、でこれをベースに今回、はい、エアロパーツをつけたということで、はい、ノビテックロスですね。ノビテックのエアロパーツをもうほぼソフトキットフルフルっすよね。そうですね、フルでつけてますね。はい、で順番に見ていきたいと思います。はい、で前回りからまず、はい、この辺がノビテックですよね。そうですね、フロントスポイラーとあとはこのバンパー、まあ、グリルというのか、はい、この部分ですね。この2点がノビテックのパーツということで、ちょっとノビテックになるとこの横のヒゲ状のものが外まで出るようになるので、形状も若干変わると。はい、じゃあこの辺踏まえて新車でオーダーされてる。そうですね。はい、じゃあ新車であえてそのカーボンのパーツつけないで、はい、だからノビテックでカバーできる部分に関しては全部新車の時にカーボンを選んでないですね。はい、まあ、結局外すことになっちゃったりとか見えなくなっちゃったりするんで、はい、まあ、基本的にその辺踏まえてやってあると。であとはこのやっぱりボンネット、このボンネットのアクセントもノビテックのパーツ。はい、はい、であとはここの、あ、これいいよね。これすごくいいですよね。これ純正ではカーボンの設定はないです。あ、ないんだ。マットブラックしかないんですよね。なるほど。はい、じゃあこの辺ちょっとチープだなっていう感じる方は、はい、ここだけつけてもいい感じと思います。で特にノビテックのカーボンパーツ、この、はい、よく見ていただくと分かるんですけど、平織り、はい、フェラーリ純正のカーボンパーツと同じですよね、ほぼ。そうですね。なんで後付け感があんまりなく、はい、オンできるんで、まあ、この辺非常におすすめかな。おすすめです。あとはもう当然いろんな改造車、はい、あえて改造車って言っておきます、はい、乗られてるオーナー様なので、はい、プロテクションフィルムだったりとかっていうのはもうしっかりと守ってます。はい、全部施工させていただいたということ で、 ちゃんとこのエアロパーツ関係のカーボンパーツにもプロテクションフィルム、カーボンパーツも全部貼ってんの。貼ってます。なるほど。はい、この辺はもちろん型がないんで特徴になると思うんですけど、そうですね、ボンドボディの方で全部施工させていただいてますんで、はい、しっかりこの辺もガードできてると。そして早速行ってもいいでしょうか。はい、行っちゃいましょう。この渋い外装ノビテック、はい、これにはめたホイールがこちらです。はい、こちらですね、 HRE の505。まずいいですか先に。はい、今回ちょっと衣装を褒めていただきたい。そう、たまたま被る僕とツッチ、はい、HRA ジャパンから別にお金もらってないたまたまこの505を装着したと。これは確か HRA で一番最初のデザインじゃないかな。そうですよね。はい、ウッチーとも一緒に行きましたけど、はい、本社のショールームにも飾ってあるホイールの現代版ということで、こちらが。ちなみにこれはなんでこれを。これはもうオーナーさんがこれだと。あ、そうなんだ。はい、本木のギャラリーに書いてるのがあって、でこれがいいってことで、なのでこの色の組み合わせとかもオーナーさんの指定で。あ、そうなんだ。はい、僕はだから今回ホイールは一切口出ししてません。なるほど。勝手にサイズを僕の方で決めてオーダーしてるだけなので。なるほど。デザインと色は全部オーナーさん。今回はじゃあうち裏方に回って裏方ですプロデュースしたこちらの足元。はい、でこれ見ていただけると分かるんですけど、もうフェラーリのクラシックから脈々と続く、ね、はい、この人手というか5本スポークのこちらのホイール、まあ、似合わないわけがないですね。似合わないわけないですよね。はい、もうそれこそクロモドラとか、あの辺の時代からこの定番のスタイルの、はい、でもちょっとやっぱりホイールのデザイン自体はもう結構クロート仕様なデザインなんで、付け方によってはちょっと失敗しちゃうかもしれないですね。なるほど。はい、やっぱりこれぐらいバチバチな感じで付けるとこうバチと決まってかっこよくなりますよね。でおおよそはそのクラシックなデザインを踏襲してるんですけど、よく見るとこのディスクが出てたりだとか、はいはい、ちょっとやっぱりこう現代のこうコンケーブを取り入れたりしてるので、こう逆ぞりして現代版にこうよくリバイバルされてる感じ。そうですね。なんで今の車に履いてもめちゃくちゃ似合うっすね。はい、似合います。
組み合わせてるリムはこのいわゆる J リップって言ってこの薄いタイプのリム、はい、だこれが少し若干引っ張りだったりだとか、うん、クラシックな雰囲気にめちゃくちゃ似合ってるということですね。フィニッシュなんかは一番、まあ、定番って言っても過言じゃないですよね、はい、まあ、ブラッシュドのディスクにハイポリッシュの、まあ、リップって組み合わせとしては、まあ、定番といったら定番なんですけれども、今回だからそのあえてこの中の部分をダーククリアにすることによってちょっとこうアクセント、確かに立体感が生まれてる、はい、生まれます。そしてキャリパーなんかは当然新車ですから、そうですね、あのもう新車時からシルバーを選んでいただいて、もうカスタムなので今回キャリパーはそのままですね、はいはい、こんな感じの足元になって、そしてあとは今回ローダウンもそこそこ、はい、ノビテックのローダウンスプリングで、なるほど、はい、なんか割と乗り心地も良かったりだとか、そうですね、まあ、納期だったりも安定しているということで、まあ、つける機会が多いですけど、こちらの割と低めにセットされてる感じですかね、はいはい、低めにしてくださいとまあもうローダウン乗り慣れてます、はい、乗り慣れてますからね、はい、こんな感じの足元になって、はい、あとはサイドもノビテックのパーツがついてたりだとか、はい、ここいいっすね。そうですね、ちょっとこうフェンダーのこのダクトの部分がこれもまたアクセントになってこうラインが強調されるので少しなんかダクトが大きめに見えるというか見えますね。そしてこれサイドスカートはもう伸びていくです。あ、これも伸びていく、はい、なるほど、こんな感じで。そしてあとはウッチポイントがあるんですよね、はい、このサイドマーカーをクリアしかないので純正は今回そのオーナー様のご希望でオレンジにクリアペイントしてます。これはクラシックな雰囲気にするため、ね、はい、ということでここは外してペイントされてると、はい、これでも言われないと分かんないね。分かんないと思います。あのクリアしかないって知りませんでした昔は逆にオレンジしかなかったのに、そうなんだ、今はクリアしかない。なるほど、はい、じゃあその辺言っていただければ、ね、ここだけのカスタマイズなんていうのもできそうということで、はい、そしてあとはミラーが、ドアミラーカバーも、ノビテックのカーボンパーツ。ミラーの形ちょっと変わってますね。はい、前期後期で違うのでちょっとなんかここの厚みが変わるんですよね。で今回このシルバーなんでよりミラーがちっちゃく見えて、はい、なんかスタイリッシュな印象になります ね。この辺なんかも非常におすすめのカーボンパーツになってくるんじゃないかなと、はい、であとは後ろですかね。はい、後ろは当然1インチ大きいんですかね。1インチ大きいです。22インチですね。後ろはフロント21リア22のセットアップということで、はい、リアはリムがしっかりついてますし、そうですね、コンケーブもフロントに比べて割ときつめにコンケーブするんで、よりなんか現代な感じがします。こんな感じのリアの釈放もいい感じですね、はい、であとはもう81に純正万歳の方には大変申し訳ないですけど、はい、純正の車高が高すぎる問題と、ね、あとタイヤが厚すぎる問題、そうなんですよ、ボテッとしちゃうんで、ボテッとしてるなって思ってる方、はい、オーナー様多いと思うんですけども、その辺をスタイリッシュに、はい、インチアップとローダウンでこんなこともできますんで、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないかな、はい、あとはリアも結構伸びてるのパーツが、そうですね、リアはここのディフューザーの上にかぶさる部分はノビテックです。でも下は純正です。あ、ここ純正なんだ。はい、純正です。でマフラーエンドも今回ノビテックのものに変えてます。なるほど、はい、じゃあリアを組むときは純正のカーボンエクステリアを組んどかないと、選んどかないと、そうですね、この下側がどうしてもマットブラックは残ってしまうので、なるほど、はい、まあ、できればカーボンにしてあげた方がこう全体的にカーボンで一体感が生まれるので、もしくは中古で購入検討している方は後からカーボン化して、ここだけ変えることもできます。はい、でノビテックのパーツをオンにするっていうのも、ね、いいんじゃないかなと、はい、だいぶシルエット変わって、変わりますね、このちょっとこう広がった感じが後ろから見ると結構ワイドな感じに見えるので、これは結構おすすめのアイテムですね。あとノビテックいいと思うのは、はい、あんまりこう もちろんその変わった感はあるんですけど、はい、派手すぎない。そうですね、シンプルででもちゃんと存在感があるので、なんか純正の延長線上っていう感じなん で、ね、まあ、アフターパーツ そのゴテゴテした感じが苦手だよって方にも、はい、まあ、非常にお勧めできるかなと、はい、この辺がついてる。あとはまあこのディフューザーはノーマルなんですよ、はい、唯一ここだけ外装でカーボンだったのかな、まあ、ここはその社外品がないのでカーボン、純正のカーボンなので、なここが今回これいい ね、いいですよね、これいい。でもここはマンソリーなんですよ。あ、これマンソリーなんだ。ノビテックで設定がないので、なるほど、はい、でもこれもなんか組み合わせても全然違和感がないですね。ということで、このテールランプの側面がこれカバーですよね。カバーですね。カバーでカーボンになっていると、はい、こんな感じ。そしてあとはこのスポイラーですね。トランクのスポイラーもマンソリーです。ここはノビテックじゃなくてマンソリーにしました。ちょっとやっぱ長い方がいいということで、あのお客さんと一緒に写真をマンソリーとノビテックも見比べまくってマンソリーの方が多分ちょっと長いって言って今回マンソリーを、しかもカーボンだったんですけれども同色にして、なるほど、はい、この辺もボディ同色でついてるんで違和感がない、はい、
そうですね、まあ、ただシルエットとしては結構大きめ、はい、マンソリーデカめなんで、でもやっぱりこう同色にしてるので、まあ、さりげない感じには仕上がってると思います。一体感はかなりある仕上がり、ね、こんな感じになっております、はい、続いてじゃあ内装の方、これもう新車オーダーですから、いわばもうオーナー様のカスタムの一部ということ で、はい、これかっこいいね。すごいですよね。初めて見ましたこんな内装、うん、このブルーと何て言えばいいのこれ、ベージュ、ベージュというかグレーというか、グレーので、しかもこのスウェード調のコンビなんですね、はい、これめちゃくちゃおしゃれだね、うん、でしかもこれを GTS でやるってなってくると、やっぱり GTS だとこう屋根が開くんで、うん、内装が見えるじゃないですか、やっぱ絶対洒落てる組み合わせにした方がいいですよね。だからここ赤と か、はい、なんかまあ黄色あるかもしれないですけど、ちょっと目立つ色にしたいじゃないですか。 それをあえてちょっとこのシックな感じ、うん、けどこう他にいないおしゃれな感じで、これはなかなか選べない ね、うん、やっぱりこう乗り慣れてる方じゃないとこういう組み合わせって多分できないですよね。あの知ってる方は知ってると思いますので、はい、多分おそらく納得だと思うんですけど、納得だと思いますあの数々の車のラインナップからすると、はい、まあここにたどり着くんだろうなっていう、はい、めちゃくちゃおしゃれな内装、そして内装もカーボンパーツ満載ですね。満載ですね。エアコンの吹き出しもそうだし、センターブリッジだったりも全部カーボンと、はい、カーボン、めちゃくちゃお金かかってますね。かかってますよ。さあ続きまして、はい、この外装のこだわりは、はい、外装だけじゃないんですよ、ね、だけじゃないです。こちらです。すげえね。まあ僕らもいろんな車見てますけど、ここまでオプションのカーボンが入ってるのは見たことないですね。めちゃ高いよねこれ、はい、めちゃ高いと思います。で僕もなんかそのお客さんが、あのエンジンルーム全部カーボンにしたんですよって言ってて、まあすごいですねっつって、でもエンジンルーム開けることあるんですかっつったら、多分ないです確かにそうそうないね、はい、せっかくだから一回は見るけど、多分その後は見ることないと思います。確かにあの本当に整備の時と、はい、あのなんか集いとかあれば、ね、ちょっと自慢するのに開けるぐらいの感じで、はい、あのコスパで言ったらめちゃくちゃ悪い気がする。めちゃくちゃ悪いです。やっぱりここも抜かりなく仕上げて、うん、そうですね、やっぱりとんでもない妥協できない方ですからね。とんでもないエンジンになっております、はい。じゃあ最後になりますけど、はい、めちゃくちゃお金かかってると。めちゃくちゃお金かかってますけどなんか トータルでも車自体もそうだし、部品もそうだし、めちゃくちゃお金かかってます。で特に部品はもっとその目立つとかに使う方法もあると思うんですけど、はいはい、やっぱりこの乗り慣れてる感じ、ね、いじり慣れてる感じが、はい、まあ、すごいなっていうふうに感じました、はい。まあ、この辺ご相談いただければ、はい、仕様変更してもちろん、まあ、同じ812だったりとかでも提案できると思いますし、はい、あとはこちらの車、おそらくあの某 SNS で、はい、あの登場する機会もあると思います、はい、ぜひそちらもチェックしていただいて、はい、で内山店長も出てるんですよ。出てます僕も、はい、というわけで気づいた方はぜひフォローしていただいてご視聴ください、はい、というわけで煩悩チャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。